が急言の、ダラダラ、ゲームチャンネル。外に何か見えるのか？見たか？水の中のでかい目ん玉。どこで見た？あの向こう、船の残骸の向こうだよ。水の中から外をずっと覗いてるんだ。なあ、あれは危ないと思うか？まだ誰も襲ってはいないけど、待ってるだけかもしれない。目玉以外のものは見たことあるか？いや、目玉だけがうろついてるんだ。虫みたいに時々水の上に出てきて辺りを見回すんだ。何か買ってるみたいに。新鮮な肉が欲しいに決まってるよ。そしたらやつを殺して肉片やら血やらを辺りに撒き散らすことになる。すごいだろうな。やつが襲ってくればいいと思ってるのか？変な子供だ。そうだよ、かっこいい戦いが見られるからね。ドニー、ここには他にも海の化け物がいるのかな？金属の棺桶の中で一生過ごすなんて耐えられない。少年と話すのを見ていたぞ。そこを泳いでいるのも見た感じ有能そうだ。脅威ではないな。安心してついてこい。ああ、安心か。誰？ザオだ。中国海軍の艦長だ。超高三一で航行してきたこのキアンティン潜水艦、この美しい船だ。必要なら私にそやなことを言ってもいい。だがこの長江のことは敬意を持って話せ。なぜここにいる？ずっと昔に戦争は終わった。長江にはバオウ、宝物などない。略奪できるものはない。200年もずっとここに？なんと、そんなに経つのか。シーデ、そうだ、そうだと思う。ずっと昔、爆弾が落とされる前、長江は嫌いに当たった。キアンティンはこの港に着くのが精一杯だった。都市はすでに滅んでいた。気づいたものは少ない。気にしたものはもっと少ない。文句が多すぎた。来てくれたのは幸運だ。助けが必要だ。見ての通り、長江はその航行可能ではない。修理を手伝ってくれないか？なぜ信用できる？知らない奴なのに。信用はリスクを伴う。だが人は自分が持っている牛で耕さなければならない。キアンティン、長江に乗り込んできたレイダーとは違うようだな。お前は友好を示してくれた。シェイシェイ。潜水艦を修理してどうするつもりだ？ああ、私はツォン号、中国へ帰るのだ。故郷へ。私の家。いえいえ。そこで何をするんだ？ザオにできることなら何でも。中国が滅んでいたら建国する。
家を一軒一軒建てる。家も建てられないなら死のう。私の字は安らかに。言われた通りにする。助かる。ありがとうシェイシェイ友よ。しかし最初の問題だ。長江にはエネルギーがない。原子炉を作動させたらおそらくそれで十分だ。制動コイルが損傷している。ひどい損傷だ。新しいコイルが必要だ。情報がある。戦時の諜報部からだ。制動コイルはサウガス製鉄所という工場にある。核燃料はどうする？考えがある。だがまず制動コイルだ。もうサウガスから制動コイルを持ってきてある。運命の女神が二人ともに味方しているようだな。では必要なのは一つだけだ。核燃料だ。燃料はどこで手に入れるつもりだ？もっともな質問だ。200年前、長江の高出力核ミサイルを全て発射した。命令された通りに200年の間罪悪感を抱いて生きてきた。恥ずべきことだ。ベイなどひどく燃えた。しかし発射に失敗したミサイルが一つある。降りていけ。弾頭を取り外して持ってきてくれ。自分で言ったらどうだ？ああ、他にやることがあるからな。弾頭を取りに行っている間、こっちは原子炉の準備をしておくさ。ただし、警告せねばならん。危険がある。ウェイシャン、昔の乗員がまだ下にいる。艦長のように正気ではない。もっと悪い。私には危害を加えないが、お前は殺すだろう。私には彼らは殺せない。やはり大事な乗員たちなのだ。家族だ。ジアレンだ。みんな。だがやらねばならないことはやらねばならないのだ。
やった。これが弾頭だ。弾薬の扱いに苦労はしていないか。他のミサイルはどうするつもりだ。どうもしない。それはそれだ。何も考えていない。小型だ。戦術ミサイルだ。何の役にも立たん。さて、やらねばならないことがある。原子炉に向かえ。制動コイルと弾頭を持っていけ。まず制動コイルを挿入する。注意しろ、視野を視ん。それから弾頭を原子炉に入れる。その間、私は制御室で動力レベルを監視する。弾頭を先に入れるな。どうなるかって。 C1 死ぬ、二人ともな。ザオ、この美しい兆候がまた使えるとは。やったぞ。お前は資本主義者だからな。奉仕に対する対価を求めるということは知っているさ。その代わり、そっちの奉仕と引き換えにこっちも奉仕をする。それが私たちのやり方だ。持っていけ。トランスポンダーだ。これは兆候から発射できるミサイルの追尾シグナルの役割を果たす小型の戦略核爆弾だ。だがそれでもできるだけ離れておけよ。作動させるにはグレネードのように投げればいい。それからバオジャを待て。ドカン。どうしてミサイルを使わせてくれるんだ。故郷に武器を持ち帰るつもりはない。火器はここに置いていく。それからお前には借りがある。ザオは借りを返す。ミサイルはただベーコンを救うだけだ。すぐに出航する。上陸しろ。さらばアメリカ人よ。資本主義者にしては悪くなかった。素晴らしい。戦ったのか。何も聞こえなかったけど。どこに住んでいる。この船着き場さ。あの部屋の中だ。父さんはちょっと前に死んだ。今は食べるために釣りをして、マヤラウクには近寄らないようにしている。
飲み込まれたよ。ナイフを使って心臓をくり抜いたんだ。うわぁ、超かっこいい。見られたらよかったな。ここからじゃよく見えないだろう。とりあえず、奴を殺してくれてありがとう。ドニー、まだ生きてるということは危ない奴じゃなかったんだな。